皆さん本当に大切なものを持ってください。俺も10年前神戸のスタークラブでライブやった時に、こうやってワールド記念ホールでライブをすることが夢だったのかって言われたら、そうではない、イメージもしてなかったよ。だから俺は夢を持ってとか、そういうなんか大きなことは言えないはずだからさ、ただ目の前にあることをがむしゃらにやってきたら、本当にこんなにたくさん求めてくれる人がいて、それに応えようとする自分がいる。本当にただそれだけなんだよ。ただ大切な人はずっと昔から俺はいる。幸せにしたい、親孝行したい両親だって俺にも普通にいるしさ、幸せになってほしい姉ちゃんも俺にはいるしさ、そうやってみんななんか大切なものを幸せにしようと思って生きていくわけじゃん。自分の子供のように成長を眺める甥っ子とか姪っ子とかみんなもいるでしょうよ。なんかそういった人にさ、なんか悲しい顔見せんな。俺本当に戦ってる、本当に自分の近くにいる人たちから本当に幸せにしていこうと思います。これからもウーバーワールドの音楽楽しみにしててよ。本当にみんなが戦っていけるような、みんながこれを聞いてなんかちょっとでも熱くなれるような音楽、俺本気で書こうと思ってるからさ。ライブでたった1回のライブで俺はミュージシャン目指そうと思ったみたいにさ、なんかそういったたった1回のライブでみんなの人生ひっくり返すようなすげえライブ、これからもライブしていこうと思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは俺の中での本当の大切なものに対して今日は歌いたいと思います。いいですか皆さん、ラストです。本当にそれぞれ大切なものを持ってください。もしもその大切なものがないのであれば、俺たちの音楽がそうなればいいと思って俺たちの音楽を書き続けるぞ。